皆様こんにちは。住まいで暮らしを楽しむチャンネルナビゲーターの倉田亜美です。本日は自分らしい価値観から考える夢100リスト作り&夢を叶えるための手帳術のご紹介となります。分野さん、大村さん、織彦さんのコラボでワンデーワークショップ&セミナーの様子となります。それではセミナーの一部をご覧ください。価値観ババ抜きというですね、結構楽しいワークショップになります。で、これ2時間私お時間いただいてるんですが、話してる時間がですね、ほとんどないんです。20分ぐらいしか話せないので、ほとんど皆さんの、分かち合いだとかワークショップに、なりますので、そんな感じで進めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ具体的にどういうふうに進めていくかというと、まずはですね、価値観バランスについて少し初めての方もいらっしゃいますので、ちょっとご説明させていただいて、簡単なその後で今1分自己紹介やっていただいたと思うんですが、改めて、このグループですね、この4人とあと参加方という形で、ワークショップをやっていきたいと思いますので、その中でもう少し自分それぞれの、ね、相手を知るっていうことからまず始めていって、価値観バランスを実践してから、最後にその選んだ価値観についての振り返りと感想共有というような形で、進めたいと思います。大体大丈夫ですよね。ありがとうございます。でですね、まず最初に自己紹介1分していただきました。結構立ってやったから実は緊張してましたって方、このくらいですよね。私も今緊張してるで、少しですね、ちょっとこれ自分のことを考えていくことなんで、あんまり人のことをこう気にしてると、なんかね、こう人に影響されてとりあえず選んどこうみたいな形になるとちょっともったいないので、まずはちょっと簡単に自己紹介というか、なんか自分の思っている、こう考えていること、まずはシェアすることから始めたいなと思います。で、ちょっと変わった自己紹介で、まず、その2ですね、今日やってる文章紹介の次のその2で、実は私、〇〇ですっていうのを、少しね、披露していただきたいなと思います。例えばどんな話、なんかすごいこと言わなきゃいけないの、お寺の住職って結構すごいなって思うんですが、実は私もですね、ヤドカリニスト2種保有者です、ね、どうでもいいね、尺を持ってるんですがどうでもいいんですけども、こんなね、どうでもいい話でいいんです。実は例えば私、実は5本足の靴下履いてるんですとかそうなんでもいいんです。そんなご自身の中で、実は、ちょっとこうやって話してもいいかなっていうようなことを、話していただこうかなと思います。で、話し方なんですが、実は私〇〇ですって言ったら周りの人が拍手をします。そしたら次の人に移っていただいて、私実は〇〇ですっていうような感じで、こうあまりこう 長く話すような感じじゃなくて、それぞれ一言ずつこうコメントしながらテンポよく回していくような、ワークをしていきたいと思います。ある意味ですね、このテーブル、それぞれのテーブルで何周回せるかっていうのをちょっとチャレンジしていただければなと思います。で、最初に自分からやってみたいっていう方もいらっしゃいます。話ぐらいだったらさあ、潮が引いたよね、みたいな感じなんですが、じゃあちょっと私の方が一番最初に、決める権利をいただきたいんですけど、よろしいですか、ね、大丈夫ですか。はい、じゃあですね、どうしようか。今日を境にご自身の誕生日の年月日、年はいかなくて月日、何月何日をちょっと内部でシェアしていただきます。それぞれのテーブルで、はい私ミッションを持っておりまして、私のミッションは人と人とをつなぐミツバチなんていうのがミッションでございます。で、皆さんご存知のミツバチっていろんな花を回りながら、これ高受粉っていうんですけれども、より良い受粉というか開花を促進するんですよね。それと同じように私は今日いらっしゃる方を含めていろんな方に出会いながら、皆さんそれぞれのですね、人生で叶えたい夢ですとか、人生の目的を咲かせていただく、そんな、ための職場になりたいなというふうに思っております。はい、ということで、はい、ではここからはですね、実際に私がですね、お話しさせていただく夢が実現するメカニズムということをですね、お伝えします。で、そもそも今日のテーマになっているこの人生の100のリストとの出会いっていうのがございまして、それはですね、何かっていうとですね、私実は6年前にすごいね、衝撃的な出来事があった。で、それによって私人生を変える決心をしました。で、じゃあ何があったかっていう話なんですけれども、ちょっとそれを話すとですね、かなり時間がかかってしまうので、こちらに詳しく書いてくださいこちらを読んでいただければなと思うんですけど
まあこんな感じで、はい、衝撃的な出来事があって人生を変えるってことを決心しました。がですね、がしかしですね、この人生を変えるって言っても、その変える方法って教わってこなかったじゃないですか。ね、義務教育でもそういう単元なかったですよね。なので非常にですね、こうモヤ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 した毎日を過ごしておりました。でそんな時にですね、こう出会った一冊の本がありまして、それが私のこの人生を変えるきっかけとなりました。それがですね、こちらの、はい、人生の100のリストっていうですね、こうロバート・ハリスさんという方がですね書いた本でございまして、まさに同じなんですよ、夢を夢のままで終わらせないためにということで書かれたこちら本でございます。ロバート・ハリスさん、ご存知の方、はい、あ、2人、3人ぐらいですね、はい、ありがとうございます。ロバート・ハリスさんは実はこういう方でございまして、有名なのはラジオナビゲーターですね。で、多分皆さん声を聞いたこと絶対あると思います。G-Wave とかでナビゲーターとして活躍されているので、絶対皆さん FM とかで一度は聞かれたことのある方だと思います。非常にですね、コアクティブな方で、はい、素晴らしい方かなと思うんですけども、一方で、実はこの方のお父さんも結構有名な方で、はい、こちらのお父さんがですね、40代以上だと分かりません。J.B. ハリス先生っていう、はい、オープン社のラジオ講座、ラコーとか、はい、100万人の英語とかでこう名物教師だった、はい、J.B. ハリス先生だったんですよね。その息子さんが書いた本でございます。はい、ちょっとそういったんですけど。で、まあ、この本の中で書かれていたことで、一番僕がググってきたのが、まさにこの言葉でございまして、人生のリストを書くということは、自分のやりたいことを明確にすることだった。あ、なるほど、このリストを書くことによって自分のやりたいことが明確になっていくんだということで、そこからこの人生の100のリストを書いていこうというふうに思ったわけでございます。例えばここですね、手帳祈願供養ということで、お寺さんでイベントやってます。素晴らしい。でこれはですね、人形供養があるから手帳供養もあるだろうと思って探したらなかったんですね。ないから、じゃあ自分たちでやっちゃおうということで、いろいろお寺さんとか神社さんを巡ったらですね、何それって言うと門前払いだったんですけども、まあ、とあるお寺さんが、ああじゃあうちでやりましょうって言ってくれて、まあ、早、もう6年目ぐらいですかね、まあ、そこの住職さんも手帳マニアとして、なんか住職手帳っていう業界の手帳があったりですとか、あるいは iPad を使ってる時もあったりとか、まあ、そういうことで、まあ、手帳についてもいろいろ供養します。ただ手帳供養の場合は人形供養と違ってお焚き上げしません。お疲れ様って今日あげてもらったらもう持ち帰る。あ、まあ、手帳のユーザーは手帳捨てないというのが鉄則です。あとは手帳100冊書き比べ総選挙っていうイベントを毎年秋にやっています。手帳100冊ですね、集めて、まあ、それを展示しまして試し書きをするというイベント、まあ、これはこちらの銀座のですね、東急ハンズ銀座店さんをはじめ、まあ、全国6都市プラスここ5年ぐらいは台湾でもやってるという感じです。すごい。まあ日本語ぐらいだと、まあ、東京、横浜、大宮、それから仙台、名古屋、神戸という感じですね。まあ、こんな感じでやっております。であと、まあ、手帳収穫祭とか手帳夏祭りという、まあ、祭りイベントとかですね、まあ、ちょっと大きめの会場を借りて、そこにいろんなワークショップをする人とか、まあ、ものづくりワークショップ、あるいは手帳ミニ講座をやる方とか、まあ、オリジナルグッズをまあ、そういう方をお呼びして、総合イベントや、まあ、そんなようなことをやっています。で、まあ、こういうようなことを、まあ、上半分は 毎年定例でやるイベントで、下の方はいろんなテーマでやる不定期イベントで、まあ、こんなことを多角的にやっているという感じです。まあ、こちらご参考に。はい、じゃあそれでは今日のお話ですけども、これまでですね、まず価値観、各自の価値観を見出すということを価値観を守るって言いました。でそれから先ほど、大村さんの話で100リスト、やりたいことの100リストを作るということでした。でそこからつながっているんですけど、幸せのはしごということで、ちょっとこういうことを考えてみた。人間の共通原理って何なのって言ったら、幸せになりたいんですということですね。で今日
やりたいことリスト、まあ、夢のリストを作ると。幸せと夢ってなんか関係しそうでよくわからないねってまとめてみるとこうなってます。幸せとは何かというと夢が叶った状態で、逆に夢とは何かといったら幸せを言語化したものなんです。なんかモヤモヤと幸せになりたいと思ってもどうやったら幸せかってわからないわけです。それをちゃんと言葉にしようって言ったらそれが夢なんです。いかがでしたか。セミナーでは自分の価値観を理解するための価値観ババ抜きとやりたいことを明確にするためのバケットリスト、人生の100のリストのワークショップもあり盛りだくさんの内容でした。分野さん、大村さん、織彦さんの詳細は概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてくださいね。ここ土屋グループ銀座ショールームではさまざまなセミナーやイベントを開催しておりますので銀座ショールームで検索してみてくださいね。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。また別チャンネルでありますが倉田亜美でございますでは私のプライベート動画を配信しておりますのでそちらもぜひ概要欄からチェックしてご覧いただければと思います。それでは本日は以上となります。チャンネルナビゲーターは倉田亜美でした。